1はマイナス15したら、ほんまや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 、やばい人おるって。69ハロー、けちゃんです。ペガサスです。挨拶をください。ペガサスさん挨拶を。ペガサスです。初心者一番プロのはずなのに。どこ行きましょう。スパイダイシフティーか。オッケー。ということで本日は、スキン大会デュオ大会なんですけど、一番ポイント低かった人が何か罰ゲームというね、メンバーは猫シンクチーム、アリケンボブチーム、多分シュンキャプテンチーム、シュララゼルチームと私たちです。ハンデとして、私たちは30ポイント。あ、でかいかな。聞きたいんですけどね、30ポイントでいいのかどうか。そう、まあでも猫くんはまあみたいな反応して配信部屋に行ったんで、まあ猫くんが良かったらいいでしょう。猫くんがうん、いいならいいんじゃない。で、アリケンさんチームは10ポイントだっけ。アリケンたちは普通じゃない。普通か。下テロあった。そうナイス。ナイス。アリケンたちがプラマイゼロで、プラマイゼロか、ハンデで、シュラトラゼルがマイナス20ポイント、ネコくん、シンクがマイナス15、で、俺たちが30。ってことはシュララゼルと60の差があるってこと？そういうことなるね。それはちょっとなんかバグだからさ、なんかじゃあ、分かった。最初は、なんかアドバンテージがある雰囲気を出しつつ、まあなんか、あまりねえ、チンポン出た。レスケすぎだろ。後ろまだ割れた割れた。いや、嘘、ごめん取れた。うわー、人やったね。ま、なんマジかよ。こいつ、ヘビショ当てすぎなんだけど。来るな、直球ライン。オッケー。お前、もう遅いわ。俺、降りる、降りる、無理無理無理、これ。バッてる、一人めっちゃやろう。一人、もう一人めっちゃやろう。決着つかないし、終わった。よし、落とした落とした。やった、はい、落とした落とした落とした落ちるよ、ナイス。チグスパあるあるよ。なんか襲われてんだけど、襲われてる。ふぅー、よしよしよし、ソウルショット。お前透けてる。うわー、うわー、ごめん。ショットガンのダメージが取った9じゃん。とってさ、ラマンとか来られる。はい、受ける受ける。おか、なんかおかしいと思ったら、クーラーボックスがねえと思ったら、そういうことだったのか。飛んできて飛んできてる。よし、忘れたんだけど。75。一人だけ今、めっちゃめっちゃ。どっちだ。行った、その人。おい、待って、ブラマ、どうしよう。現在が拾えないんだけど。ちょ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 、バグってる。 おかしい。拾えないか、おかしい。もうやだ、もう拾えない。もうクワッドクラッシャーに挟まって、もううざい。もう頑張
もうやだもう。iPhone のものじゃないもう全部。嘘、こいつ8HP だったよ。ハリケーさん何ポイント？え、でそっちからだよ全然。いや、いや まずキューちゃんたちからよ、うん。私たちは、え、私たちってプラス何ポイントだったっけ？2。お前プラスとかあんの？プラス2ポイント、俺らがプラス20ポイントだっけ？うん、おかしいおかしい。プラス30、俺らはプラス30。プラス30か。で何ポイントだったっけ？私はプラスしないで40。そして俺あと張り合おうって。まだプラスがあるかなって。ああ、なるほどね。プラス。だから俺らプラス30で、でシンクサナチがプラス15やから45ポイント差ないとシンクサナチは俺らに勝てない。プラス 15？ 俺らプラス 15？ 、うん、マイナス15。マイナス15。ピガサス？俺らがプラス30。俺らがプラスだ、40の差がもうある。おお。うん、すごいな。まあ、まあ俺ら正直なポイントで言うと何倍やったっけ84とかなんですけど。そうね、じゃあ俺ら80やから一緒やん。いや嘘だよ、アリケンさん。俺チラッと見たもん、アリケンさんのポイント。え、ちょっと待って、今余裕で信じたいけど今。え、ちょ、アリケンさんの配信、え、ちょっと待って、え、どういうこと？え、ってことは35分遅延嘘ってこと？え、嘘に決まってるやん。35分遅延どうやって書けんねん。嘘つきしかいねえぞこの通話。話が変わってるやん、これ。どれが本当で、どれが今誰が嘘をついて、誰がだる、うわ、だる。え、じゃあ、え、じゃあ普通に初期のポイントの15ポイントを引く。引く、え、俺ら勝手ね、ここ。あれ、いや、いや、アリケンさんたちはプラマイゼロでしょ、普通に。え？いや、俺らプラス15だと思いながらやってたけど、うん、プラスとかないって。いや、ボブくん積んでいってプラス15は結構いかつない。いや、でも今日ボブなんかもう本当になんかファーストピック20回ぐらい取られてたけど、マジ面白い。あ、アリケン、こいつら行こう、ドンピリリ。ごめんごめん。で、俺普通に2回助けたからね、俺が。ちょっと、俺らのポイントはまあ本当にあの引くとかなしだと、うん、ゼロポイントなんだけど、どういうことか。それ、あの、本気で言うと63ポイントです。63ね。うん、俺らは84やから、俺らからマイナス15ポイントしたら、俺ら69やね。イエーイ。え、じゃあ俺らが？俺ら勝ってる。違う違う、計算できてないって。待って、いや、あれけん、あれけん、まと認めようもん、負けよう。63でしょう。俺、63に15ポイントプラスしたら78ね。78やろ。で、そっちはマイナス15したら。ほんまや、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 ばい人おるって。69。まあでも一番最下位はQちゃんたちだから。Qちゃんたちはチャンネル消去で YouTube。 おもつみペガサス。おい、人生だぞ、俺の YouTube チャンネルは。もうそんなの人生やめてやる。ここにいるやつら全員人生だろ。誰が負けになるの、これの場合は。Qちゃん、ペガサス。いやいや、俺たち30ポイントだからプラス。うん。おお。だと、70。ちなみに、ああ、けどそっか、俺のマイナス15ポイントがあったらあれは。え、で、何ポイント？プラス30で何ポイント？ 70でしょ。俺らプラス15ポイントで73だから。うん、もう俺らプラマイゼロやったら84やね。普通にその30ポイント15ポイントプラマイゼロのルールでいくと、本当にQちゃんたち普通に負けてる。普通に負けてるじゃん。は？おもねよし。え、アリケンさんたち何ポイント？いやいや、そっちから行って1回。84。はい、お前ら最下位。え、俺ら、シンク111、俺110、キューちゃんたち96。はい、お前の負け。キューちゃん最下位。え、キューちゃん96？ ピガサスがクソキャリーしてる。プラスして、プラスして。ピガサスがクソキャリーしてる。あー、そういうこと？キューちゃんは。でも絶対アリケンさんたち嘘やろ。ほんまほんまほんま。ガチです。なんでアリケンたちだけやねん。なんで許されてるの？アリケンマジで言わなかった。はい、アリケンさんたち嘘つけ。ちなみに俺めっちゃちゃんと動いたよ。63ポイントや。え、シューちゃんあれシンプルに84？ うん、84だよ。頼む、アリケンマジ。アリケン、あさってもう一回リベンジ戦。罰ゲーム何する？何する？こないだソロアリーナ3時間だっけ。今回何？足の親指の爪を剥ぐ。あ、5？
いつの時代？戦国時代じゃん。なんかいいですけど。よくねえ。俺小指だったらいいよ。俺足の小指もほぼ詰めないからな。つるじゃん。俺もなんかたまに取れる。つるじゃん。たまに取れるぐらいなんか。そう、あ、なんかあの取れない取れないよ。取れる。ああ、じゃあ、ヒューちゃんとペガサスから再開。いや、無理、やめよう。ペガサスから、それは違うと思う。いや、でも今から始まりますって言って、俺ら配信切ったら、視聴者全部流れるで。いや、いい、いや、キーハンもそれよりも苦痛。いやね、みんな見たいよな、みんな。バカくねえよ。見てえわけねえだろ、バカじゃないのか。いや、ちゃんと罰ゲームやんないと罰ゲームの意味ないから。だって、かぶってるやん、この前のと。え、だって、キューちゃんは今日、その30ポイントプラスだったら罰ゲーム受けるっていう覚悟で来たんでしょ、今日は。そう。もう相方が言ってるよ、ペガサス。めちゃめちゃやる気。めちゃめちゃやる気がさ、相方が言ってるよ。そんなやる気なん。じゃあ、ディオアリーナ。わかった、じゃあ、新シーズン。どう？新シーズン。いや、無理。じゃあ、2時間で。2時間。やっぱ、ソラアリーナ2時間か、ディオアリーナ4時間。4時間はしんどいな。スクワットアリーナ。ディオアリーナ2時間、ディオアリーナ2時間でもいいよ。ディオアリーナ2時間。それは簡単すぎない。そう、言っていいの？お前自分で言ったらじゃあ3時間だ。お前受けるじゃあデュアリーナ3時間デュアリーナ3時間これ確定、はい、これ確定あ、違う違う、そのアリーナ2時間がのがいいんだけど俺。いやいや無理デュアリーナ3時間いやいいあ、じゃあペガス僕も入ってトリュアリーナにするから4時間やろ。なんでお前は普通にやろうお前さ、そろ罰ゲームの意味なくなっちゃった。お前罰ゲームに入ってくな。お前自ら受けに来ないな。めちゃめちゃやりたいやつ。おかしいやつだからフォートナイト大好きくんだから。今からじゃあ今から。じゃあ明日じゃあ、キューちゃんとペガサスは2人で、うん、カップル配信3時間。カップル配信3時間。